冷蔵庫には1日1本のガス。皆さんこんにちは。ファミリーワンライフジャパン、4人家族の我が家は千葉で数日を過ごして、今回は茅ヶ崎へ友達のお手伝いをしにやってきました。週末はね、今日は続きで、違う、昨日は続きで寝て本日は茅ヶ崎に行きます。シートベルトしましたか？子供たちオンラインプログラムをやってます。どんな感じかちょっと見てみましょう。ピープはいっぱいになったら何でしょう？スイフの集団、めっちゃ怖い、デンジャラス。じゃ違うよ、だからピープスイフはスイブス、プルプルロどれ、スイブス、これ、yes. どうでしょう？ Yes. Next question. Good. Awesome. Great. Awesome.明日友人の出るイベントの手伝いに茅ヶ崎へ、そして妹のご主人のご実家に泊めていただくことになりました。ありがとうございます。道が狭いのでしょうか？ハロー。うん、クロー。一個下。マヨネーズ1本でこんなに笑えて、なんとも幸せな日でした。おはよう。おはよう、つくし。ここが狭いです。さすが茅ヶ崎、道が狭いけどなんとか。怖かった？ここってとこが狭いね。学生時代にもケントが海の家をやっていた時は子供たちとも通った懐かしい場所。いっぱいだね。さあ、はるなさんの美味しいビーガングルテンフリーのおやつをピックアップして会場へと向かいます。これであとゆうちゃん初めてバー付きのなんだっけ、これコインパーキングに泊まりました。収まってます、横幅。グッド。さてさて、今日手伝うはるなさんのお店のことをちょっとご紹介。私も大ファンのはるなさんのお菓子、グルテンフリーでヴィーガンなのにしっとりとコクもあり、とっても美味しいです。はるジャムサボイヤで検索してみてください。オンラインもあります。
だっていろいろあるんでしょ。なんじゃね、出るの、あ、びっくりした。知らない。ウルトラマンで出てきそう。ウルトラマンだよね。こっち？見せて。ジュン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 。ピューダン。誰ですか？ベムスターだ。ベムスターか。ウルトラマン知らねえか？あんまり知らねえな。え、ウルトラマンに出てくる俺は最強の最強のまあ言ったら鳥が進化した化け物かな。あ、化け物じゃねえよー、あんたね。まあ、生き物だな。てめえなんだ？人だ。人が食べるぞ。やめてくれ。運転は慣れましたか？うん。運転してみたらいいじゃん。すごい何もない、誰もいない駐車場とかではやってみたいけど、こういう道路の車線変更とかちょっとやだ。もうここで見えて、ここで見えたら多分視覚ほぼないと思う。これの距離感がさ、これも意外と近いでしょ。線の長さ見てくれるか、これ。ビヨーン。線の長さが超長いわけじゃん。あ、そっか。この横のね。そうそうそう。